はい、どうも、ひろみです。このね、前々から言ってた闇金についてやねんけど、今回その闇金業者の戦うではないけど、僕今、返済を増したんです。まあ、10万借りで、利子が2万ついて、11万僕は返してるんですよ。で、1万を返してないっていう状況なんですけど、まあ、その、僕10万借りてるから、別に1万プラスで返したら、全然僕も利子ある人いいかなと思ってるんですよ。まあ、それ以上取っても、逆に日本やしいと思って。で、まあ、逆にね、ちょっと解散だったらどうなるんかっていう、まあ、解散のはちょっと悪い。借りた分も解散とは悪いけど、解散だったらどうなんやろうって思ってて、だからちょっと今回はあえて1万円返さずに業者の反応をちょっと見てみたいなと思って、でね、留守電結構来てたり、ね、折り返しお電話くださいって書いてあるんで、折り返し電話してやろうと思います。はい、これから未来さんね。これから未来さん出ないですね。あ、来ましたね、電話。もしもし。はい。それがどうされたんですかね。僕は10万借りて11万返したんですけど、借りが良くないですか。はい、それです。いやいや、こっちもね、返す気ないから、わかります、それ。違法じゃないですか、やってることって。違法やと思うんですよ。あ、ちょっと待ってもらっていいですか。やばい、やばい、ちょっと。もしもし。警察、電話しますわ。え、知らへん、そんなん。あ、警察しますよ、もう。やばかったな、闇金解散だったら。3日解散へんかったら、1万が4万2千円、3千円、それぐらいに跳ね上がって、しかも、ああやってセッティングしてるっていう感じでやばい。ちょっと、考えましたら、ちょっと腹がかからへんか。このまま払わんかったらどうなるのか、ちょっと楽しみ。でもね、みんなもし闇からちょっと借りることがちょっとしたら気をつけてくださいね。はい、こんな待ってろになってしまうかもしれないんで、だから気をつけましょうということで、今回この辺りで終わりたいと思います。では、まずは チャンネル登録、高評価よろしく。 Twitter、Instagram もフォローしてね。